菊江さん、嘘じゃないんだ。兄貴から手紙が来てるんだ。分かってます。だから私、潔く思い切るって言ってるんです。本当にすまない。まったく人間なんていろんなことがあるもんだ。こんな話突き詰めれば僕のエゴイズムだってことはよくわかるんだ。嫌なやつさ。でもね、あと1年で卒業って瀬戸川に兄貴は株でしくじる。学費は送れないって始末なんだ。ロマンスどころか、まず第一に金だ、学費だ。潰れかけたうちのために僕自身が出世しなくちゃならないんだ。藤井さん、もうたくさん。よく分かってるんですから。こんな話いくら言っても弁解になるばかりだ。よそう。君持ってきてくれた。そうだ、過去は仮想だ。残酷なようだけどこの方がいいんだ。過去の夢にこだわってはいけない。あなたの奥様になるって方、お美しい方なんでしょうね。そうでしょう。まだ知らん。本当に嘘のもんか。何もかも学校の先生任せなんだ。先方で学費を出してくれるから、入って養子になるまでさ、それっきりだ。奥様には優しくしてあげなさいね。ありがとう。菊江さんもいいご主人を持って幸せになってくれたまえよ。いくらでも幸せになれるんだ。なれると思う。お互いに立派に守ってきたんだものな。それだけは僕も本当に偉かった。私、決心したのよ。もうどうにもならないわ。ねえ、あんたにも決心していただきたいの。嫌なの？嫌どころか。じゃあなぜそんな、あんた迷ってんのよ。そうよ、お父さんやお母さんの反対にひとたまりもなく縮み上がってんのよ。そうでしょ？ご両親は怖いんでしょ？いや、その方の決心はついてるんだ。でも、どうして暮らしを立てようかと思って。あんたの目鼻がつくまで私いくらでも働くわ。今のお店でもおいし、具合が悪ければ他へ変わってもいいわ。梅ちゃん、結婚の話なんだよ。もっと真面目に考えてくれなくちゃ。真面目よ。こんなに真面目なの分かんないの？男が、いや夫がサイクに女給なんかさせてくると思うの？そんな生活なんて考えるだけでも嫌だ。仕方がないじゃないの。仕方がないじゃ済まされないよ。じゃあいつか話してた満鉄の情報部だとか。大連だよ場所は。どこだって行くわ。あんた言ってたじゃないの。あのライカ一つ持っていけばいつだって情報部の写真技師になれるって。うん、大連。本当に行く気あるの？ええ、行きますとも。どうせ身寄りのない体ですもん。このままだってすぐ行けるわ。よし、二人でやっていこう。ダメならダメで。おい、辻、入ってもいいか？帰るの？今晩相談に行く。あ、藤井さん、こっちや。さよなら。
端的にものを言うぞ。あんな女は別れてしまえ。別れるも別れないもん。そうは言わさん。結婚話にまでなってのちゃんと知ってるんだ。あんなバーの女はお父さんだとお母さんだって反対するのは決まりきってる。俺のことは俺のことだ。ほっといてくれ。小学校から中学校ずっと一緒だった仲間じゃないか。親友ってことだけでも忠告する権利はあると思うんだ。それはありがたく思うよ。でもあの女の立場は無論気の毒さ。そうだろ。だけど君にしろあの女にしろ今思い切って別れちまった方が結局将来幸せなんじゃないかな。どうして？無理があるからさ。無理がね。両親の反対を押し切ってまで結婚するのはどうかと思うんだ。それほどの女じゃないってのかい？そうは言わんさ。生活ってことなんだ。君は弱虫のくせに感情家だ。僕たちはこれからって人間だぜ。今生きるってことの修練をしてる最中だ。せめて学校出るまではグレちゃ損だよ。グレるっていう言葉に当てはまるかな、僕の場合。僕にはだぜ。そう思うよ。君は実利的な人間だ。冷静すぎるよ。君にはそう見えるかな。いや、むしろ冷酷だ。恋愛感情なんてわからないんだ。わかる。僕にだってわかるさ。これでも人間だもの。恋愛の喜びだって悲しみだって。僕は未来のためなら不幸だって悲しみだって何だって消化しちゃうよ。そう努めるんだ。君のようなお坊ちゃん育ちには分からないかもしれないな。悪いことは言わない。恋愛も大事だよ。しかしその前に生きていかなきゃならない。僕の言い方が悪かったら許してくれよ。お夕食何にしましょうか。何でもいいよ。奥さん任せだ。男が献立のことでグズグズ言うのは僕は嫌いだな。主義性の問題よ。カロリーの問題さ。実利主義者ね。研究室で顕微鏡ばかり覗いてるとこんな風になるのかもしれないな。手紙でございます。おお、こいつは驚いたぞ。からなんですの。読んでみよう。平に行ってた辻ってやつからだ。急に東京へ帰ってくるようになったから、うちの付近に貸し屋を探しておいてくれってんだ。いきなりひどいやつだ。辻さんって八王子の方？あの恋愛事件のあった方。うちを探せって言うんだから、それ頼むよ。いってらっしゃいませ。いらっしゃい。この方はご面会です。ご説明しておいてくれ。びっくりさせんなよ。今朝手紙見たぞ。あの手紙を出したらもう矢も盾もたまらなくなってすぐ立ったんだ。でもよかった、君に会ってやっと気が楽になったよ。どうして？なんだ、君に会うのは怖かったんだ。そんなバカな。奥さんどうした？神田に宿を取って今そこにいるんだ。そいつは贅沢だな。
だからまあ早くうちを探したいんだが、まあ宿っつっても大したもんじゃないけどね。でこっちに帰ってきて生活の目当てはついてるのか。まあそれはどうにか。あ、やっぱり写真会社なんだ。ダケール会社っつって根形の印刷屋の作ってる会社だ。ああ知ってる知ってる。僕ん家の近所に交番ができた。そうで君の近くなら歩いて帰ると思ってね。それでまあ君に借家を頼んだわけなんだ。なるほどね。芸は身を助けるって、君も学校をほっぽって写真に凝っただけの甲斐があったな。いやいやいや、本職だよ。芸は身を食うってやつだよ。あ、まともにやればよかったんだろうけど。あ、君今忙しいんじゃないか。あ、じゃあまた出直すよ。いや、借家の方頼むぜ。そんなことってないよ。飯でも一緒に食おうよ。久しぶりに会ったやつがろくに話もしないで別れるなんて、なってはないで。さあ、今度はヒラメのグラタ。ヒラメをさえの目に切り、チャンピニオンと白ソースであえ。ねえ、天気頼むわよ。はい。今夜のおかずは絶対自信があるわ。こんにちは。旦那さんから電話でお言づけですが。あ、そう、ご苦労さん。あの、旦那さん、タイレンから辻さんって方がおいでになったんで、一緒によそでご飯しましてくれそうです。どうもご苦労さんでした。やだっちゃうわ。本当にね。もういいわ。いい加減にこっち入ってってよ。二人で食べましょう。辻さんって方はうちへ連れてっちゃえばいいのに。前一つ行こう。いや、もう結構。相変わらずいけないんだ。君は強くなったな。そうでもないさ。もっとも酒で正気を失うなんてことはない。いや、酒ばっかりじゃない。何にでも正気を失う男だよ。それで君に取り扱うの。もっとも君たちの結婚にギャギャ反対したの、今になってみて恥ずかしいよ。いや、そうよ。昔の恋愛話は。今は子供のために生きてるようなもんだ。今度こっちへ帰ってきたのも、あっちの基本は子供に適しないのが第一の理由なんだ。いかんかな、あっちは。それに女房のやつは冬になると決まって気管支炎をやるんだ。そうはいかんな。一度診察してやるかな。いや、それほどでもないが。そのうち藤井ドクトルの。また間違えた。藤井じゃない、産方だよ。あ、そうそう、失礼。だから癒しは嫌だよ。安っぽいな、どう考えても。そんなことあるもんか。君のは僕のと違って堂々として。どうも僕たちは気が引けるよ。あまり堂々じゃないよ。しっかりしてんだろうな、君の奥さんは。いや、子供さんはまだ。来てみりゃ分かる。いや、そうは思えないよ。君の奥さんということだけで圧迫を感じるよ。君は僕の女房のことを君の奥さんに詳しく話したのかい。いや、どうして。まあこれからは女同士も必然的に知り合いになるだろうし、全身が全身なだけに、まあ自然に分かるまでは奥さんに妙な先入観を持たれたくないんだ。卑怯な話だが、女同士にはまた微妙な神経があるんだね。分かる。まだ言ってないし、これからも言う必要ありません。そう、気を使わせて。しかし君こそ感傷の浪士者だぞ。デリケートすぎるんだな。まあ芸術的といえば言えるが、もっと単純化する必要があるな、これから。はい。もう一個もらおうか。いや、もうよそう、ご飯しよう。じゃあ僕もやめよう。お呼びでございますか。姉さん、ご飯にしてくれ。かしこまりました。じゃあとにかく明日でも明後日でも僕のとこへ来いよ。ひな子に案内するから。女が細かいから貸し屋探しなんか女に任せておいた方がいいぞ。で、それはそうと八王子口の方はどうするんだ。帰ってきたの知らしたの。いや、まだだ。ご両親心配してられるだろう。待ってくれ。その問題はちょっとの間触れないでもらいたいんだ。いずれはどうにかする。とにかくちゃんとしたうちに落ち着きたいんだ。とにかく一家の主人らしい主人になってからの話だ。お待たせいたしました。なあ、
くどいようだが、うちのこと大至急頼むよ。しようかしら。それこれとおっしゃって、お芝居見物にいらっしゃるにございませんし、そんなに貸し絵を探しにいらっしゃるのにおめかしなさなくていいじゃございませんか。だって辻さんって方の奥さん、とてもモダンな趣味の高い方らしいわ。あんまりみっともない話おかしいわ。ごめんください。あ、いらしたらしいわ。私辻でございますが。いらっしゃいませ。お待ちいたしております。さあどうぞ。あ、いえ、もうここで。この度は大変ご迷惑なことをお願いいたしまして。いえ、とにかくちょっと曲がりくださいませ。お坊ちゃん、ああかわいいこと。お坊ちゃん、お会いになります。さあ、おばさんにご挨拶して。こんにちは。こんにちは。奥様は？一緒に参るはずでございましたけど、東京に着きましてからちょっと風邪気味で失礼させていただきました。それはいけませんわ。じゃあ早速ご案内いたします。あ、恐れ入ります。ちょっとお待ちくださいませ。さあ、坊や、今度のお家を見に行くんだよ。どんな家だろうね。寂しそうなうちね。嫌になっちゃう。落ち着けば我が家になるさ。あんた、竜のひげ竜のひげとお詐欺してたけど、つまんないもんじゃないの。こんなのどこにだってあるわ。そう言ったんじゃ味も素っ気もなくなるよ。ガタガタね、うちからして。貸し合ってみんなこんなもんさ。だから私アパートがいいって言ったのよ。この頃の東京、とてもいいアパートがあるわ。平にも負けないようなの。だけどアパートには庭がないしさ、第一子供がかわいそうだよ。人間誰だって土に親しまなきゃダメだ。だから週に1回でも郊外出ればいいじゃないの。そりゃ余裕のある人のことだよ。ここなら会社へも歩いて通うと思って選んだんだよ。育児なし。そう言うなよ。ねえ、たまには僕の言うことも聞いてくれよ。たまにはなんて人聞きの悪いこと言わないでよ。私いつだってあんたの言うこと聞き通しよ。ねえ翔ちゃん。知らない。タバコ。物でいいのかい。平気よ。お気に入らないらしいのよ。うん、私多少責任があるんで困っちゃうわ。こっちの下ごっちゃないよ。辻が頼んだから見つけてやったんだ。細工がどうだ、そんなことはいいよ。そう言っちまえばそれっきりだけど。それでいいんだ。怖い顔。あなたはちょっと人の気持ちなんか考えないのね。うるさいやつだな。人の細工がこう言った相手っていちいち気にかけてどうするんだ。だって会ったのか、辻の細工と。うん、まだ。なんだ、まだやってこないのか。お金がすっかり抜けきれないですって。じゃあこっちから出かけてみるかな。ええ、だけどちょっと怖いわ、奥さんにお目にかかるの。どうして。だってとてもモダンな敵が来た方でしょ。私なんかおはに合うか。くだらんこと言えな、早く支度しろ。これはまあ上がれたまえ。まだ散らかってるけど。さあどうぞ。
この度いろいろお世話様になりまして、今日はまた女中さんをわざわざありがとうございました。いいえ、私もお手伝いに伺えばよろしかったんですけど。まあどうぞ。大体片付いたようだね。大君たちは？ああ、さっきお湯行ったけど、もう帰るだろう。おかずめしてらっしゃるのに。いや、大したことないんですけど、子供がお風呂入らないと寝ないもんですからね。ただいま。あ、帰ってきたよ。ちょっと失礼します。おい、弱ったよ。宇賀川さんの夫婦が見えたんだ。そう？そうじゃないよ。だから昼間のうちちょっとご挨拶してこいって言ったじゃないか。早く行って挨拶してこい。ねえ、今夜も失礼しましょうよ。ご迷惑よ。うん、そうしようか。辻君、失敬する。出直すよ。まあ待てよ、今ビールでも抜くから。おい、宇方さん、お久しぶり。いや、とても立派になりましたこと。もうすぐ博士なんですってね。いやいや、ちなみ奥さん、はじめまして。すっかりお世話様になってしまいまして、お伺いしなければならなかったんですけど、風邪やら子供やら何やかやとついかけ違いまして。こちらこそ。どうぞどうぞ。とても綺麗な奥様、とても睦番人ですってね。何か出していただかなくちゃ。とんでもない。本当よ。あら、初めてお目にかかるのに初対面のご挨拶も抜きにしまして、ごめんなさい奥さん。いえ、でも藤井さんの奥さんなら10年のお友達のような気がしますわ。あれ、君の撮影かい？改めることもありませんわね。大変風景だよ。私はもう帰ってほしいですわ。ああいうのも芸術写真っていうのか。本当？まあね、芸術って言えるかどうか。私こそ、まあ、芸術的意識を持って撮ったことも言うかな。なかなかうるさいんだね。あの通りなんですねよ。とてもぼっしみ。でもうちの育児なしよりよっぽどいいですわ。どうぞ、待ちとってよ。どうぞ。あ、これ見てくれよ。傑作って言えるかどうか。どうぞ。奥さんに失礼じゃないか。どうぞ。あ、はばかりさんは。なんだってタバコの火なんかつけてやったんだ。だってあの場合、あの場合はこれからちょいちょいやっちゃうかな。すいません。あの女の言う通り、あの女にはやっぱりアパート住まいが相当だったよ。次は幸せじゃないな。坊や、寝ましょう。おい、奥さんの前でタバコ吸わなくたっていいじゃないか。どうしてさ、どうしてあの奥さんに限って悪いの。奥さんばっかりじゃない、宇方君の前だって。へえ、おかしいわね。今日に限って今まで誰の前だって止めもしないでさ、私のタバコ3年越しよ。何が悪いの。理屈言うなよ。分かってるわよ。私とっくに分かってるわよ。あんた、花奥さん見てから後悔してるのよ。何、私なんかと一緒になったことよ。バカ言え。そうよ、分かってるわよ。補助品でおしとやかで美人で里から仕送りがあって。バカ。ママ寝ようよ。俺たちは幸せになろうと思って懸命なんだよ。お前は小吉の大事な母親なんだよ。わかるの。ねえ、ママ寝ようよ。Wenn seine Münchner zufrieden sind, dann bin ich heute auch.
大丈夫よ、旦那さんなんか来てこないから。あ、そうじゃないわ。どうも気になって仕方がないわ。ちょっと出かけてくるわ。どこへ？部下たんとこ。なんだって？新宿まで買い物に出たけど、ちょっと活動見にやっちゃったって。あ、看護みたいな。あんた本当にそんなこといちいち旦那様に断らなきゃならないの？だってその方が安全なんですもの。今日黙って留守にしたのも私としては相当な冒険なのよ。つまんないね、あんたの生活。お宅と大違いよ。辻さん理解がおありになるんですもの。ところがね、うちもだんだんうるさくなってきたのよ。あんたを見習えって。まあ嫌だ。菊江さんじゃない？あ、あら、あ、八重ちゃんも？しばらく。まあ、いつこちらへ？帰ってきたばかり。そう。あ、坊ちゃん、しばらく。まあ、すっかり大きくなったわね。あんたはタイレンから帰っちゃったんで、当分これに困っちゃったわ。やっぱり慣れた人がよくてね。お上手ね。冗談じゃないわ。で、今はやっと店が出せましたのよ。えらいわね。ちょうどよかった。あんたの店行くわ。どうぞよろしく。梅子さん、私お先に失礼しますわ。もう見ないの？ええ、これから買い物して帰ってちょうどいい時間ですわ。そう？あ、しなこさん、ご紹介しておきますわ。こちらタイレンの美容院でおなじみだった方、今一軒のご主人なんですって。どうぞよろしく。よろしく。とても小さな店なんですのよ。ご贔屓に。どうぞよろしく。今度寄せていただきますわ。ええ、どうぞ。菊江さん、旦那さんいるんでしょ？とんでもない、まだ一人ですよ。じゃあパトロ？そんなの嫌しませんわ。うそうそ。あ、本当ですのよ、奥さん。うちの姉さんにそんな会社があればもっと大きな店を持てますわ。だらしが慣れてないの。まあ、本当よ。男に全然積極性がないんですもん。積極性はとにかくもう一人でいることないわ。ではもらってくれてがありませんわ。こっちでもらえばいいんじゃないの？用心の口ならいくらでも飛び込んでくるわ。でも用心なんて嫌ね、育児なしで。どうぞ。昔は神さんの亭主、今は美容院のはずだ。ところが用心だってとてもがっちりして寝るわよ。さっき映画で一緒だった奥さんね。ええ、あの人用心取るよ。まあそうですの。あの人のご主人なんかとても威張って大したもんよ。今日だってあの奥さん旦那様に無断で留守にしてとても気にしてんの。まあ呆れたわね、今の日。博物館でも入れたことね、そんな夫婦。本当にさ、よしのくせに。それに奥さんの里から学費まで出してもらって学校出て、それまで仕送りしてもらったの。まあいいご身分ね。姉さん、そんなのいたじゃないの。ほら、あの男。ほら、学生時分、よく姉さん張りに遊びに来ていた。そうそう、藤井っていう。
藤井？ええ。じゃあその人よ。その藤井って男よ。じゃあさっきの奥さんが。知ってんの修造さんを。ええ、ちょっと。嘘おっしゃ。ちょっとでもなさそうよ。ずぼしずぼし。嫌な子ね。本当に奥さん何でもないんですねよ。嘘嘘。あなたの目は何か物を言ってるわ。本当よ、奥さん。奥さん、そう切り込んじゃねえし、はたまんないわ。バカね、この子、おかしなこと言って。もう。辻君、どうだ、調子は。うん。うちの製品では今度の原版が一番良さそうだよ。辻君の腕の際もあるだろう。いや、そんなことはないよ。現像時間も現像機も今までと同じだ。会社の自宅、ほかほかだぜ。辻君、電話。あ、小部下だった人。あ、そう、ありがとう。あ、辻君。え？急用？なんだ、急用って。至急会いたいんだ。なんならこっちから出向いてもいいけど。いや、行くのはこっちから行ってもいいが。なんだ、用は。うん。とにかく来ればわかる。じゃあ来てくれるんだね。急いでくれたまえよ。うん。じゃあすぐ行くよ。急に呼びつけて何の用だよ。うん。急にどうしても会いたいって人が見えてるんだ。誰だ。僕からもぜひとも君に会ってもらいたい人なんだ。君のお母さん。え？おふくろ？わざわざ八王子から出てこられたんだ。会えたぎりじゃない。懐かしいが、よそ。ダメだよ。お母さんの立場を考えてあげるよ。しっけない言い方だが、海の母なら母は苦しみやしない。本当の母親なら叱ることもぶつこともできよう。それもできずに君とお父さんとの間に入って、複雑な苦しみを舐めてることを考えるよ。な、そうだろ。さあ、会おう。久しぶりでございます。まあ、すっかりお父様らしくなって。あなたのことは時々生方さんから伺っておりましたけど。さあ、どうぞ。はい。ねえ、一郎さん、今日お願いに来ましたの。一度八王子来てくれませんか。あまり不始末だらけでいけないんです。自分の家じゃありません。お父さんに快く会ってもらえないでしょう。会えばかえって気持ちを悪くなさるのは目に見えるようなんです。そんな水臭いこと。それがいけないんですわ。久しぶりで東京へ帰ってきてこんないい機会はないんですよ。それに正吉さんっていうお父さんには大切な孫までできているんじゃありませんか。お父様だって会いたいでしょ。正吉さんにしろおじいさんに会えないなんてかわいそうじゃありませんか。それはこのお彼岸に亡くなったあなたのお母様のお墓参りに、それが一番いい折だと思うんです。すいません、そんなにおっしゃっていただくなんて。お母さん、だけどやっぱりあれはいけないんでしょうか。え？梅、小吉の母親です。一緒に連れてきたいんですけど。さあ、そのことは私として勝手に申し上げられないんですけれど。なあ、辻君、この話、お母さんとしては精一杯の手話なんだ。そのことは、とにかく君がお父さんと会って打ち解けて、それからでも遅くないじゃないか。さっきお袋には行くと言ったが、梅を認めてもらえないのだけが気がかりで仕方がないんだ。なんだ、まだ断ってんのか。代表的見地に立てよ。しかし、黙ってこそこそ出かけるのも男らしくないと思うんだ。男らしく断っていけばいい。だが、連れていくのは次の段取りにした方がいいな。うん。よかった。いや、悪かったはないさ。
帰りなさい。お帰りなさいませ。何お土産？うん、今日は辻君のお母さんからいただいたの。お母様が？どうもすいません。どういたしまして。修造君にご厄介なことを頼みに来たんですよ。どんなこと？うん、そのことでお前にも相談があるんだ。うちに帰ってゆっくり話すよ。何ですの？心配だわ。いい話なんだ。心配なことじゃない。じゃあ。奥さんはまだお帰りになりませんわよ。新宿までご一緒に出たんですの。セットなさるんでちょっとお手間取ると思いますわ。あ、そうですか。よろしかったらお風呂でも入りになっていらっしゃいませ。え、ありがとう。どっちにしろ帰って着替えてから来ます。あ、早く来てくれ。例の話はちょうどいい。じゃあお待ちしております。失礼します。辻の細君と出かけたのか？ええ、どうしても付き合ってくれって。おかしいのよ、あの方。私が好きなんですって。私のような奥さんぶりも勉強したいんですって。それよりお前は向こうの奥さんぶりにかぶらないように用心しろ。大丈夫よ。でもあの方、上辺ほどいい加減な方じゃないわ。サバサバして人懐っこくて、それに案外しっかりなすった方だわ。うん、何か協定できたな。あら、そう。そのうちタバコでも吸い出すんだろう。しっかりしろよ。まだ怒ってらっしゃるの？怒ってなんかいないさ。それが怒ってらっしゃる証拠よ。ね、怒られついでに白状しちゃうわ。本当のこと言うと梅さんと一緒に葛藤まで見てしまったのよ。なんだ、そんなことまでしたのか。ごめんなさいね。なやつだ。これからは気をつけるわ。ごめんなさい。この名刺どうしたの？あ、新宿でお会いした方。梅さんそこいらしたのよ。タイレンと同じ身だったんですって。梅子さんの知り合い？どんな人？どんな人って、綺麗な方よ。23歳の。うん、あなた知ってらっしゃる方？名前だけは同名偉人かもしれない。あ、その方妹さんご一緒だったわ。確か八重子って言ってらしたわ。ん、妹が八重子？いや、そうかもしれない。あ、どうしてあなたの知り合いなの？うん、もし本人なら学生の時下宿の近くでね、お父さんが将棋好きだったもんでよく差しに行ったんだ。へえ、気分ね。あ、ちょっと辻呼んできてくれ。さっきお前にも話しかけた相談があるんだよ。あいつと正吉君と八王子の家に行かせるんだ。奥さんは？うん、奥さんは行かせられないんだ。あ、どうして？その話でお前にも力を貸してもらいたいことがあるんだ。早く辻呼んできてくれ。ええ、待つよ。これお食も召し上がるから支度しといてね。はいはい。いや、じゃ起きなさいよ。うん、眠いな。三度目の正直、布団剥がすわよ。残酷だな。
まだ8時前じゃないの。あ、起きろ起きろ。乱暴だな。ほら、ぐずぐずしてるから、お店の子供たちが来たわよ。早く行って開けてあげてよ。何がさ、なんで騒ぎ？大変よ、藤井さん、昔の恋人。え？どうするねえさん。会うわ。大丈夫？なんなら私変わって話聞いてないともいいのよ。そんなこと何も、借金取りに来たわけじゃないし。しばらくだったね。ご用は？昨日うちの女房に会ったぞ。嫌いな方。陸上屋に来たんじゃないよ。ね、本気よ。それで分かったんですもんね、私たちの出所。帰らへんって言ったんだって。ええ。父も亡くなったし、知り合いの方があちらの店を持ってらっしゃるんだ。そう。お父さん亡くなられた。それはご愁傷様。しかし本当に安心したよ。こんなにちゃんとした独立できる職業を持って。そのご安心があるんで会いに来てくださったの？何もそんなつもりはないさ。じゃあ奥様や爺さんの奥さんへの口止めじゃありませんの？用意してくれたまえ、そんな挨拶。いずれは一度会っていろいろその後のことも聞いて、ことによってはできるだけ力になろうと思っていたんだ。お姉さん、お茶持ってきてちょうだい。いいんだ、すぐ失礼するから。こんにちは。先ほどは失礼。しばらく。ずいぶん大きくなったね。そう思ってみなきゃ誰だかわからない。藤井さんも立派になったわね。おひげ生せばいいのに。そのうち生やす。姉さん怒ってたわよ。いや、悲観かな。日本が面白くないって誰まで言ったのよ。藤井さんのせいよ。バカ言ってら。本当よ。八重子、二階割っといで。本当にバカなことありゃしない。菊江さん、あんたが平に行ったわけ、本当に八重ちゃんの言う通りなの？うぬぼれた聞き方だけど。いいえ、私の都合。でも、もしそうだったら？そうなら、僕はもっと君に尽くさなければならないと思うんです。僕のできる範囲で。ご親切ありがとう。今さら、ご心配はいりませんわ。それはもう、全く今更だ。だけどね、僕の友達が銀座にビルディングを建てて、1階を薬屋、2階を美容院か何かに行って、君に銀座進出の意思があるなら世話をしようと思うんだ。私、ここで十分ですわ。姉さん、何も遠慮することないじゃないの。銀座、ねえ、銀座よ。私たちの憧れの土地じゃないの。もちろんそこのマダムも来てくださるでしょ。そう。設計から使用人まで全部姉さん任せた。姉さん、考えることないじゃないの。こんないい話って。私もうこんな年嫌よ。うるさいわね。なぜ2回行ってなかったの？いろいろご心配をかけてすいませんでした。おはよう、おはよう。失礼ですけど、そろそろ忙しくなりますから。これは気が利かないで。
うちのやつがお客様で来るかもしれない。どうぞいつでも。でもご安心ください。私バカのおしゃべりは決していたしませんから。あ、うちのやつはいいとして、辻の才か、あの人才かね、元が元でカフェの女給なんかしてた女だから、油断して話すととんでもないこと言うから。大丈夫ですわ。ただお知り合いと申し上げた気ですもの。嫌さんが黙っててね。ええ。じゃあ今の銀座の話よく考えててくれたまえね。決して悪いようにしない。じゃあさよなら。さよなら。何がさ、私平気よ。平気よ、何さんの男。いいえ、危ない危ない。憎むにしろ、好きにしろ、姉さん藤井さんのことなんとか思ってる。言ってちょうだい、子供のくせ。ありがとうございました。いらっしゃいまし。いらっしゃいました。あ、いいですか。はい、いらっしゃいまし。どうぞこちらへ。大きい方にいたしますとか、小さい方にいたしますとか。あ、そうです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。回転質感の上がりが、このケーキじゃ悪くないぞ。これからお得がつくと、うなぎ登りですよ。かたじけない。おい、今度の彼岸には新橋でも赤坂でもおごるぞ。お前の好きな子、なんて言ったかな。まあ、ありませんよ、若旦那。隠すな、隠すな。またまた、その若旦那の悪い癖ですよ。早く奥さんお持ちなさいよ。冗談言うなってんだ。こうモテる最中に女房なんておかしくて。あ、いらっしゃいまし。よう、しばらく。いや、さあ。なかなか大した人じゃない。うん。え、驚いたよ。大したもんさ、お祝いに来たのか。あ、そういうより、この家で病院開くってね。うん。あれも決まったのかい。それがまだなんだよ。2階も3階もまだ空いてるんだ。そいつが頭痛の種さ。うん、ちょうどいい美容師がいるんだよね。え、いらっしゃいまし。いらっしゃいまし。クラブ乳液ください。あ、クラブ乳液。さあどうぞ。どうぞこちら。その美容師女かい。当たり前だよ、男の美容師なんて意味ないよ。違うね、美人か。まあね、住人なんかよりちょいとレベルが上かな。それじゃあ君、大したもんじゃねえか。一人もんかい。うん、太鼓判を押す。え、なるとこうしちゃおれん。とにかく飯でも食いながらゆっくり聞こう。ああ、おい、ちょっと行ってくるよ。美人で若くて独身で腕があって、そいつは話があんまりうますぎるな。その独身店だけはヨタじゃないのかい。くどいやつだな。太鼓判を押すって言ってるじゃないか。それじゃあパトロンっていうようなやつは。ああ、それも大丈夫だ。本当に女かよ。バカだなこいつ。まあ産方さん、お珍しいわね、銀座お回りなんだって。奥様に叱られますわよ。いや大丈夫ですよ。あなたこそ。私は大丈夫。辻はうちでおとなしく坊やをお守りしてますわ。おい、紹介しろよ。紹介してくれよ。な。ああ。奥さん、こいつ大学にちょっといた久保って男でしてね、落第を二度続けて学校を掘り出されたやつなんですよ。いらんこと言うなよ。今は立派な薬局の主人。あ、こちら親友の辻って人の奥さんで、梅子さんとおっしゃるんだ。そうですか。どうぞよろしく。こちらこそ。どうだい、奥方。この奥さんにもテーブルについていただこうか。さあ。ねえ奥さん。構わないんでしょ。失礼ですけど、食事ぐらいおごらせていただきます。どうもあらゆる場合、こう言っていかないと話が弾みませんからね。私はこう言ってなりませんわ。いやいや、さあ、まあどうぞ。まあまあ。じゃあ、甘えちゃうわ。さあどうぞ。一人追加。かしこまりました。はい、今度の木村神田の勝負、どう勝たなかったの？将棋の話なんかどうだっていいよ。問題は美容院だ。美容院？そうです。これはちょうどいい話し相手だ。ね、奥さん。僕のビルディングの2階と3階が空いてましてね。その2階を美容院にしたいと思ってるんです。そりゃいい考えですわね。大賛成。あ、
資本はもちろん僕が出すんですが、適当な美容師を探してるんですよ。この頭どう？そう下手じゃないでしょ。おお、なかなか結構ですな。この人だったら私が口を聞けばすぐ来ると思いますわ。美人ですか？そりゃもう、そいつはぜひ紹介願いたいですな。生方君からも一人推薦者があるんですけど、候補者はなるべく多い方がいいですからね。生方さんから？へえ、どうなった？原菊江、由良美容院の主人です。実は私の推薦も同じ方なんですと。ねえ生方さん、あの方だとは適任ですわね。いいと思います。おお、そう二人で口を揃えて推薦なら絶対信用しますよ。こいつありがたい。よし、決めた。しかし同じ人とは驚いたな。え、生方君、こいつはどういうわけかね。共通の知人さ、なんでもないわけだ。そうよ、不思議なことちっともありませんわ。そうか。すばしっこいのね、修造さんは。驚いちゃった。奥さんに何て言ってありますの？昔の知り合い、事実それに違いないですからね。とは言えないでしょ。慌てて訪ねて行ったり、銀座寝室の牢を取ったり。分かってますわよ。それは奥さん思いすぎだ。じゃあそうとしておきましょう。私だってそう思いたいですわ、しなこさんのために。まさかあの人を失恋させたなんて。事実以上のことをしゃべり散らしていただきたくないですね。そりゃ当然ですわ。でも私、八重ちゃんから菊江さんの秘密ちょいと聞いちゃいましたわよ。まあ何を思うと勝手です。しかし奥さん、僕は今幸福だし、あなただって幸福になろうとしてるところでしょ。ことさらまずくする必要はないはずです。そうですわね。お彼岸に中行く坊やの洋服だってこの通り買ってきたんだし、私にだってもうじきいい目が来るんですわね。そうですよ。生方さん、こんなこと急に言うと交換条件のようですけど、決してそうじゃなくお願いがあるのよ。言ってみてください。久保さんの3階空いてるとおっしゃいましたわね。ええ。どうでしょう、一郎に写真のスタジオやらせていただけないでしょうか。さあ。ねえ、本当に拝みますわ。一郎を写真師として成功させる。私それを一郎の両親に見せたいんですの。悪い考えじゃないが。ねえ、あなたから久保さんにお願いしてよ。その代わり、私だって絶対無駄なおしゃべりしませんわ。できるだけのことはしましょう。お願いしますわ。いいわね、翔ちゃん。いいお洋服着て。どなたに買っていただいたの？ママちゃん。かわいいかな。父ちゃん、写真撮っていただいた？うん。あ、いいポーズですね。奥さん、一枚お願いします。あら、こんな泣いて。いや、またすまん。出かけよう。あ、おなりになるのになってますわ。ありがとうございます。梅のことよろしくお願いいたします。おばちゃんに行ってまいります。おばちゃん行ってまいります。いらっしゃい。奥さんは気骨が折れますね。何かと。どうして？存じておりますよ、辻さんの奥さんに言い含めたり。いやね、因果言い含めるような。大体そうじゃございませんか、ご夫婦のくせに。晴れて旦那さんのお宅いらっしゃらないなんて。よしてよ、これから良くなるんだから。あら、
裏から忍び込んじゃった。たった今お出かけになったとこ。坊や、私の顔見るとまたごてるでしょ。だから出かけるの待ってたの。さあ、今日はあなたが私の主人なのね。うまいこと言って、あんたも私の無理役でしょ。お芝居も活動も手がないし。じゃあ、とにかく出かけましょう。そうね。私、原田の美容院行ってみたいわ。本当に？もう少しモダンな髪にしてみたいし、それに、産方の昔のお知り合いなら、私もおなじみになりたいわ。品子夫人、やめてみたいとこね。あらん。深刻な風景、知らぬが仏と知ってて知らん顔と、どっちもかわいそう。銀座進出の件、姉さん乗り気らしいわね。ずいぶん進めたわ、なるまで。とても綺麗。菊江さんの一生一代の力の入れ方だわ。まあ腕が上がったこと。久保さんとこすぐ行く？ええ。ねえ、品子さん、私たちも行かない？どうせ銀座なんだからいいでしょ。ええ、どこでも。この通り。今日は何でも私の命令通りなのよ。こちらの旦那とうちの旦那と同じ八王子でしょ。だもんで、こちらの旦那に無理に引っ張られてお墓参りに行っちゃったの。しばらくでございます。うん。さあ、坊や、おじいちゃんだ。こんにちは。こんにちは。あ、一郎、お前の言うことから聞こう。今までの過去は僕がお気に逆らいまして、重々申し訳ないと思います。うん。で、これからあとはどうしようというんだ。今後はこんな不愉快な間柄をやめてやっていきたいと思います。もちろんわしもそれは望むところだよ。わしだって年はとたった一人の息子と今までのような間柄じゃやりきれんよ。申し訳ございません。修造君は？あ、向こうは向こうで墓参りをして兄さんのところで遊んで、その帰りにこちらへ寄ってくれる。ああ、そうか。あなかなかよくできた男だよ。この坊主か、のこのこいい子だな。よしよし、何かおもちゃやろうか。待て待て。お、これがいい、これがいい。さあ、これで遊んでろ。壊すといけません。大丈夫です。カモンカモン。なあ坊主、消費士か。こっちこっちこっち。嫌か。行けよ、抱いていただけよ。なんだ、育児がないんだな。お前のおじいちゃまだよ。どうも人見知りしていけません。そりゃまだ仕方がありませんわ。初めてなんですものね。おばあちゃんならいいのね。ね、ほらちょっといらっしゃい。どれどれ。ほらほらほら。おお、そうか。さあ、今度はおじいちゃんだ。さあ、そこそこい、そこい。あれ。おお、これは重いぞ、重いぞ。いいこと、いいこと。熱そう。人出してみ。お、これ行こう。大変だから。
らっしゃいまし。久保さんいらっしゃいます。若旦那ですか。ええ若旦那。おう。よう、くれはくれは。気がらず。いやー、くれはくれどうも。いやー、どうもこれは。メーカーよりお揃いでご入来と驚きましたな。メーカーより言わないでしょ。私は味噌かつよ。いや、さにあらず。しかし、日頃僕を嫌いな品子夫人までおいでになるとは、こいつまた一層の驚きですよ。あ、そんなこと嫌ですわ。ねえ、久保さん。今日、品子さんはいつもと少し違ってるでしょ。おお、そう言われてみると。菊江女子苦心のメーキャップよ。ほほう。どう？これなら安心した店任せられるでしょ。なるほど、なるほど。こいつは立派な実物見本だ。どうです？この部屋なんですけど。まあ。絶対だわ。絶対理想的ですわ。これなら今の店の3倍は十分ありますわ。まあすごい。いや、ちゃん、少し静かにできないですか。これもしていていられますかって。菊江さん、あんたはいいマネージャー持って幸福ですよ。職業不順はこうこなくちゃいかん。そうよ。姉さんは何でも消極的だからダメなんですの。男にかけても。え？まあ、いいな人ね、あんた。消極的にしろ何にしろ、そんなのがあるんですか。いないのよ、あいにく。首かけるわ。ね、奥さん。ええ、絶対。それ聞いて安心した。途端にのろけられたんじゃかなわんですからな。ねえ。え？菊江さんの方の話決まったとして、この上の3階。ああ、聞いてました。旦那さんのスタジオ。あの話、お願いしますわ。え？ねえ、しなこさん。何ぼんやりしてんの。あなたからもよくお願いしてよ。ぜひお願いしますわ。写真の腕の方なら私が保証しますから。はいはい。どうも僕は悪い癖でね、女の人に頼まれると嫌と言えないんですよ。本当に冗談でなしにさ。分かってますよ。近いうちに辻君とも会って相談することになってますから。ぜひそうお願いします。さてと、菊江さんの方の話は決まったし、こう美人が4人も揃ってから、どっかパッとしたところへ出かけましょうか。だって。土台になっておらん。官房の上に胃腸障害を起こした。今日始まった症状じゃない。そばについてる親が悪いんだ。見ろ、この熱を。子供というものは、自分で自分の様子を知らせることのできるもんじゃない。母親が注意と知恵で見てやらなきゃならんものを言っちゃっておいて、実に無知無能な母親だ。お母方様がお見えになりましたが。あ、そう。あ、わしからもご挨拶をしたいから、後からすぐに行くから。いや。いや。子供は急に病気しちゃったね。おお、それはまずかったな。だけど大人のものお医者の家だったのがめっけもんさ。いや、それだけに始末が悪いんだ。親父に怒りよったら手がつけられないんだ。やっぱり孫は可愛いのさ、任しておけ。よう、修造君、しばらく。あ、ご無沙汰いたしまして。この度はいろいろご面倒をかけまして、おかげで一郎とも話をする機会ができました。ありがとう。いえ、どういたしまして。翔ちゃんが悪いそうで。いや、弱った親どもです。うっかりすると殺されてしまいますよ。俺はここに当分預かっとくからな。お前もいてくれなくちゃ困るぞ。でも僕は出直すにしろ。のんきなことを言うな。うちの方よ、部下たくんに事づけをしていただけばいいじゃないの。うちの方は心配ないようにしておく。文子さん、うちに泊まりに来てもらおう。うかたさん、いらっしゃいませ。お邪魔しております。一郎さん、ちょっと来てくださいませ。翔ちゃんはパパパパって仕方がないんですよ。しょうがないやつだな。ちょっと失礼。ごめんください。ねえ、うかたくん、正直に言っていただきたいんです。一郎の今同棲してる女、
わしとしては手を切らしたい。その可能性はどうでしょうか。ざっくばらんに言っていただきたいの。無論多少のものは出すつもりでいるんですが。僕の口からは申しかねます。別れて立ち直ってもらいたいんです。では修造君、別れないとする。無理にも一郎の妻とする。それでこの家の妻として立派にやっていける女でしょうか。私の心にかなう女でしょうか。それなら聞かせていただけると思うんだが。おじさん、これだけは聞かないでください。私には人を批判する力がありません。いや、あなたのことではない。女のことです。これだけは何とも申し上げられません。重大なことですからね。悪く思いなさらないでください。いや、わかりました。重ねてお聞きしますまい。どうせあなたに推薦していただけるような女だとは思っていませんでした。いや、僕は何も反対はいたしません。いや、分かっております。あなたは何もおっしゃりはしません。どうぞご心配なく。お帰りなさい。あら、あなただったの。どうぞ。先ほどは。私こそ一郎たちだと思ったわ。せっかく早く帰ってきてやったらどうしたんでしょうね。もうこりごり二度と八王子なんか行かせないわ。それがね、梅子さん、修造だけ今しがた帰ってきましたのよ。お宅だけ。ええ、じゃあ一郎たちはどうしたんでしょう。翔ちゃんがあちらで病気なったんですって。あの子が。あっちでむやみに食べさせたのよ。それでおじいさんがお医者だし、手元で治すって大人になったんですって。何がおじいさん。今までに頭一つなでもしないで今さら何がおじいさん。それがやっぱり血を吐けた孫さんですもの。可愛らしいんだよ。でも翔ちゃんだけ泊まれるほど慣れてもいないし、それで一郎さん間違い残って。そう。ねえ梅子さん、今夜ここ一人では寂しいわ。うちへいらしてお泊まりにならない。ねえ、それでゆっくりお話でもしましょうよ。修造にそう言われてきましたの。おぼし飯はありがたいんですけど、お断りしますわ。私一人がいいの。どうしてそんな。いいからいいのよ。何も八王子のおじいさん一人が医者じゃなし、こっちだっていくらでも治せるわ。泊まるなら泊まるで、なぜ私を呼ばないの。分かってるわよ。私騙されたんだわ。小吉はもう帰っちゃ来ないわ。そんなバカなことって。しらばっくらないでよ。あんたと修造さんだってグルなのよ。おためごかしに一郎と小吉は八王子行かせて、私を追い出す準備工作じゃないの。何をおっしゃるの。そりゃ迷惑だわ。私、あんたが知らなきゃ修造さんの差し金よ。修造さんならそのくらいのことやりかねないわ。それあんまりよ、梅子さん。そうよ、分かってますって。修造さんもともと私が嫌いなのよ。そこへ私があの人の秘密を知ったもんで余計煙ったいのよ。秘密ですって。いいわ、何もかもぶちまけちゃうわ。修造さん、昔菊江さんと恋仲だったのよ。菊江さん、リラの。それを振り捨てて学費のためにあんたと一緒になる、そんな男なのよ。そんな残酷な男なのよ。あんただって悪いのよ。あんたは一度に二人の女を不幸にしたんだわ。何がです。一人は菊江さん、一人は私。一度だってあんたを見てから私と結婚したのを後悔しだしたんだわ。
薬の細工一緒じゃないのか。来ません。どうして。私ひどい目に遭いましたわ。子供を取り上げたとか、あなたと私がグルだとか、やつの言いそうなことだ。あなた、はっきり言ってちょうだい。病院の菊江さん、今どうなっているんですの。久保とはあなたとの関係わからんよ、お前の言う意味は。私、何にも知らないと思って知らばっくれないでちょうだい。梅さんからみんな聞いてしまったわよ。聞いた。今も昔も単なる知り合いだ。お前に嘘は言わん。嘘、恋人だったのよ。今だってそうよ。お店のことなんか奔走して。分かってるわ。違う。いや、分かってます。品子、お前は自分の夫を信じられないのか。辻の細工なんかが苦し紛れに言った方言の方を信じるのか。俺は嘘は言わない、断じて言わない。俺はお前と俺の幸せだけを願っているんだ。信じられないのか。自分で自分をバカにするようなことはやめにしろ。どうしても信じられないなら自分で菊江さんに聞いてくるがいい。どうか。いや、絶対にただの知り合いだ。二度と聞くな、そんなバカな話。俺だけを信用してればいいんだ。気合いてちっともに当たりませんよ。お前んだよ。ああ、いい子いい子。二郎さん、東京からお電話ですよ。梅からですか。いいえ、産方さん。あ、そうですか。パパ、いい子だからちょっと待ってて。お母さんお願いします。はい、いい子ね。おばあちゃんはご本人を歌いましょうね。静かなたまに出会い。はい、そうです。坊やはだいぶ良くなった。いけんことはないが、本当か。今しなこが電話でね、走り書きで書き残した紙があったそうだ。間違いでもあるようなこと書いたのかい。いや、そんなことあるまい。とにかく一度書いてみてくれないか。あ、そうしよう。じゃあ。花の都の空の上、飛行機ブンブン飛んでいる。あっちへ行ったと思うまで。お母さん、そう、ちょっと東京まで出てきます。何か急用でも。いや、大したことないんです。それじゃあ、お父さんが帰ってらしてからできないんですか。すぐ行って、できるだけ早く帰ってきます。勝負いいかい。あの、おばあちゃんとおとなしくしてんだよ。ね。パパ、行っちゃダメだよ。いい子だから、何にしてらっしゃい。ね。じゃあ、おとなしくしてたら、ママ連れてくるからね。ママ。じゃあ、いいかい。行ってくるよ。本当に梅さんを。別のようなんです。バカなやつだ。どういう気持ちなんだ。今朝お宅のポストに入ってたんですね。ええ。昨夜お帰りがないので、しきりに翔ちゃんを取り上げられたなんておっしゃってましたが。そんなこと。私たち夫婦にも罪はあるんですわ。お二人で揃っていけないものなら無理にお勧めしない方が良かったのかもしれません。それは結果論ですよ。修造君もあなたもあくまで好意を持ってしてくださったんですもん。小吉のだけ持ってったらしいです。でもそれだけの愛情が終わんなさるんですもの。きっと戻っておいでですわ。
座ってくれればいいと思うんですが、何しろ勝ち気な女ですから。それに邪水が強いんです。勝ち気と邪水で、そっちがそんな気ならこっちで先に飛び出してやる。きっとこんな気持ちで出て行ったんです。でどうなさいます、翔ちゃんの方は。もちろんおじいさんおばあさんに任せっきりってわけにもいけませんし、今日だってやっとごまかして出てきたんですから。とにかく心当たりを探してみます。花の都の空の上、飛行機ブンブン飛んでいる。あっちへ行ったと思う間に、それもうこっちだ、おう早い。あ、電車に乗って母様と、これから銀座へお買い物。帰りはお荷物多いから、自動車にしましょう、お母様。ねえおばあちゃん、僕遊びに行きたいな。もう少し我慢しなきゃダメよ。坊主、すっかり慣れてしまったな。ええ、なっていたって子供ですもの。はい、兜ができましたよ。嫌だい、髪のなんか嫌だい。本当のじゃなきゃ。本当の？あれは子供にはかぶれないや。かぶるかかぶれないか、持ってこなきゃわからないや。そうか。こいつ、もうわしを舐めてるな。よしよし、それじゃあ持ってきてやるぞ。いいわね、坊や。これ洗濯屋出してちょうだい。はい。あ、これも。坊主は？ちょっと一郎さん送って。一郎？久しぶりに会社行ってみるって出かけました。うん。それから、しおちゃんの着るものなんかも持ってくるって。女のことは諦めたらしいな。いくらなんでもあんな仕打ちをされたんじゃ。結局何も家具も良くなるよ。世の中ってものはなんだよ、良くしたもんだよ。パパ行ってらっしゃい。あ、お土産買ってくるよ。うん。しおちゃん。あ、ママ。坊ちゃん、坊ちゃん。お待ちなさい、坊ちゃん。ママ。ママ、どうしたの？しおちゃん、ママいないで寂しかったでしょ。ママも寂しかったわ。私、この子の母親なんですけど、お願いします。30分開示時間、この子を貸してください。決してご迷惑はかけませんから。でも。翔ちゃん。あ、おばあちゃんだ。おじいちゃんが呼んでますよ。おばあちゃん、ママ来たよ。私、この子の母親です。連れて逃げるとは言いません。ちょっとの間、この子と会わせてください。とにかく、うちいらして、うちで会ってください。お宅の敷居またげない仲じゃないでしょうか。まあそんなバカなこと。さ、どうぞどうぞいらして。よしよし、そりゃいい。手術だ、思い切った大手術だ。
わしが一郎の父だが。私、小吉の母です。安子、ちょっと小吉をあっちに連れてってくれ。話がしにくいから。翔ちゃん、いらっしゃい。いいものあげましょう。まあ帰っちゃダメだよ。翔ちゃんも遠く行っちゃダメよ。いい子ね。あれはわしの孫だ。そうして一郎の子だ。あんたにはもう関わりはないはずだ。ここへ何しに来られた。とんでもない。私のお腹を痛めた子です。もう遅い、そんなこと。誰の血よりも濃い私の子供です。だがあんたはもう母親としての資格も権利もないはずだ。どうしてです。自分から夫を捨て子を捨て家を飛び出したじゃないか。こんな立派な証拠がある以上、あの子の母親とは言わせない。それは一時の悔しさから。悔しかったらいつでも子供を放り出すのか。そんな母親があるものか。もう帰ってもらおう。嫌です。あれはわしの可愛い孫だ。あんたの後に渡すことはできない。いいえ、いけません。帰ってもらおう。嫌です。帰りなさい。嫌です。帰れ。嫌です。帰れ。どうしても。どうしてもだ。バカな人たちだ。あの子一郎の子だと思ってんの。な、何？おめでたい人たちだ。私は元あなたの持ってるな、爆裂女ですからね。どこの誰の子産んだんだか分かりしませんよ。気の毒ながら、これ私だけが知ってることなんですからね。この恥知らずめ。人の子育てるバカを見ないでさっさと返してくれたらいいでしょ。ねえ、返してよ。返してよ。いいわ、返してくれなきゃ勝手に連れて帰るわよ。ならん。あの子がどうあろうと、お前などには渡せん。来い、帰ってしまえ。ポン、じゃんけんポン。さあ、坊ちゃんの鬼ですよ。さあ、いいこと、坊や。しっかりしてちょうだい。坊ちゃん、こっちですよ。あ、坊や、こっち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 。こっちですよ。あ、お兄さん、こっち。どうもいかんな。苦手だよ。弱いんだよ。そっちには奥さんって味方がいるんでね。独り者はどうもいかんよ。ねえ奥さん、そうでしょ。さあ、独り者の二くさんか。不ばかりじゃしょうがねえな。うん、律儀者の子たくさんか。あ、そうか。大変な違いだ。ところで奥さん、いよいよ2階の美容院もうじき開店ですよ。そうですか。口開けにはぜひ奥さんにおいでお願いないとね。私もありませんわ。
どうしてです？私なんですか、喜久恵さんにお目にかかりたくないんですの。それはまたどういうわけです？ただなんとなく。なんとなくじゃ困りますね。客商売ですから、悪いとこがあったらどしどし言ってくださいね。え君、ああ早くやれよ。慌てるなよ。困ったな。こんばんは。よ、どうした。帰ってさいませ。小吉がやっとじいさんばあさんになれたもんで、いろいろ心配かけてすまなかった。いや、梅子さんどうした。全然わからない。まあいいさ。久保君、辻君だ。こちらは久保君。あ、僕、久保薬局の久保です。僕、辻です。どうぞよろしく。どうぞよろしく。まあ上がれよ。ありがとう。奥さん、すいませんけど鍵を。え、夜もそろそろ涼しくなりましたんで、小吉の洋服なんか持ってってやりたいと思いまして。あ、そうですか。じゃあ私一緒に行ってみてあげましょうか。うん、見てあげて。じゃあ、ちょっと、ごめんください。失礼します。じゃあまずちょっと行ってくるからね。はいはい、行ってらっしゃいませ。かわいそうにな、元気はないね。罪なマダムだよ、逃げるなんて。うん、人間なんていろんなことがあるよ。うん、いろいろある。気をつけろよ。何、奥さんちゃんと知ってるぜ。うん、何、あくまで頑張るんだな。僕だって知ってるぜ、出所は確かだ。うん、妹の刃だな。図星、あのうちはピーつまらんことばかり言うからさ。僕はいいが、菊江さんが気の毒だ。じゃあ私が産方を少しでも疑っていたこといけないことだったのね。それは奥さん、例えば僕の場合にしろ、梅にあれほどの仕打ちをされても憎む気持ちにはなれないんですからね。じゃあお帰りになったら何も言わないでいる人はあげになる。もちろんです。私産方によくしてあげなきゃいけないんだわね。いけないんだわね。武方君を良くしてあげなきゃいけませんよ。本当か。本当に菊江さんと関係ないのか。ない。本当にないんだな。くどい男だな。会ったらどうする。会ったら僕は諦めるさ。諦める。もし本当に差し障りがないんだったら、僕は真面目に考えたいことがあるんだ。菊江さんどうだろう。柄になく身を固めたくなったのね。まあそんなとこだ。もう茶屋酒から足払ってもいい頃だろう。ただいま。家は住んだのかね。ええ。ちな子、いい話があるんだ。まあ待てよ。久保君がね、菊江さんと一緒になりたいんですよ。はあ、それがね、奥さん、こっちだけの話で肝心の向こうの気がさっぱりわからないんですよ。なんとか奥さんの力でならんもんですかね。聞いてみようじゃないか。どうだいちな子、すぐ行ってみよう。今日かい。いいことは早い方がいい。僕だって下手に考えられてるのは平行だからな。早く席しろ。
いかがでしょう。非常に失礼なことを聞くようですが、あなたとしてはどうでしょう。実はあなたと僕と変な噂もありますし、これを機会にデマを一掃したいと思って揃ってやってきたんですよ。あら、そんなことってありませんわ。どうだい、しなこ。これで君の疑いもひとまず晴れたってわけだろ。あとはまあ、女は女同士。任せれよ。これはどうも言いにくい立場だな。奥さん、お願いします。これはいかん。やっぱり言いにくい。どうも具合悪い。生方さん、あの辻さんと方お迎えです。なんだかお急ぎようですわ。辻が？ええ。どうした？馬にあったら大変なことしてしまったらしいな。ん？自殺したらしい。すぐ乗ってください。失礼します。申し忘れた。ありがとう。よく約束守ってくれた。僕も嘘をつきとした。クレジンがこれもみんなの幸せのためなんだ。私もあなたの幸せに乗ってます。じゃあ、どうだね、命の方は。さあ、もう少し様子を見ることになると思う。見合いの者が来るだろうが、それまで署の方で待ってるから。あ、どうぞ。代わりがあったらすぐ知らせる。あ、とんでもないことしたもんだな。でもいい具合に林間療養に収容されてるらしいんだ。ヘルスが弱ってるから、とりあえずヘルスピッチルを与えて、今経過を見ているところです。大丈夫だろうか。こいつだけは死なせたくないね。ごめん、危険な状態だけど、今夜中見合ってもらえば大丈夫。大丈夫か。心配するな、できるだけのことやる。ひなこさんとおっしゃるの、あなたさん。ああ、よかったな。梅さんっていい方なのね。私あの手紙見て泣いてしまったわ。僕の見方は間違ってたらしいな。とにかく死のうってことは生やしいことじゃない。辻
次の細君もお父さんやお母さんに立派に推薦できるよ。その自信ができた。これからはうまくいくわ。何もかも。